文化部も両方とも盛んって感じがしてるかな。テストで何点以上取らないと部活入れてあげないとかあるから、うん、文武両道を守ってるところは生徳らしいのかなって思うかな。私もそれ一緒です。部活だけ頑張ってちゃダメで、勉強とかもやっぱり頑張らないと部活できないねっていう感じがある、うん。まあ多分どの部活もその競技ごとの技術だけじゃなくて、まあ、礼儀だとか挨拶とかっていうのはしっかり教えてもらってるのが、まあ、生徒だからっていうのかなって思います。先生が近くにいたら挨拶するし、先輩と通りすがったり部活の後とかは必ずナイスファイトって言って声かけをするようにはしてます。他校行って練習試合とか公式戦があったりすると、うん、その関係者の人には必ず挨拶っていうところは、まあ、チームとして必ずやろうっていう。先生の前通る時とかは必ずなんてお家にしてから通るみたいな、そういうのがあって、礼儀が結構厳しいかなって。顧問の先生とかだけじゃなくて、あの違う教科の先生とか、あとは大会行った時に、まあ、相手チームの人とか先生とか相手の先生とかもそうだけど、まあ、目上の人にはちゃんとしないとねって先生がめちゃくちゃ熱心に教えてくれるとこ、あ、それある。日本代表だったりとか結構すごいレベルの人が来てくれて、ちゃんと一人一人の技とか苦手なところとか聞いてくれて、ちゃんと時間をかけて教えてくれるところが多分生徒部のすごいところだと。一人一人にめっちゃ教えてくれる個人、うん、ラクロス部の場合だと例えばそもそもの動作だったりとか投げ方とかアタックディフェンスにそれぞれ分けてもらって、チーム以外でもズームを開いてどこが悪かったとかこうすればよかったみたいな反省会を開く機会を作ってくれるから、より自分を高める機会につながっていると思います。今のコロナの期間で部活ができなかったりしたら、一人一人なんかフォームとかを動画撮ってコーチに送ったら、それは一人一人あの指導をアドバイスを返してくれるから、できない中でもやっぱコーチはやってくれるから、そこはすごいいいと思う。全員でミーティングっていうか、まあオンライン部活やってて、全員カメラオンで先生が見える状態で、全員も見える状態で部活やって、一人一人なんか指摘するみたいな。他にもいっぱい選手がいるじゃん。それで、今のダメだよみたいな。あ、そうそう。え、選手間でいいやん。それもある、先生が言うのもある。一つの部活に所属してる人たちが、いろんなクラスから来てるから、部活を通して友達ができるから、廊下ですれ違った時とかも、話せるし、なんか、まあ、楽しいなって感じかな。明るく迎えてくれて、それは多分私と学年かぶってない先輩がそうやってしてきてくれたから、どんどん前の代からそういう明るく迎えてくれるところとかが継承されてきてるのかなって思います。いや、もう最初からもうその部活体験行った時からずっとその雰囲気いいなって、みんなフレンドリーで楽しそうにやってるっていうのが、まあ結構魅力的だったから、まあそれでこの部活に決めたっていうのもあって、コートに入ったら先輩後輩関係なくアドバイスし合って、後輩も全然先輩にどん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 行く感じで、で上下関係は自分たちの先輩が優しくしようっていうことを心がけてたみたいで、すごく優しくしてくれて、その後自分も後輩に優しくしようっていう名残が残っちゃって、でもメリハリはちゃんとつけるようにしてます。本当学年関係なく優しく接してくれたから、入学当時とかも結構入りやすかったし、まあ、リスペクトしつつそのグラウンド内では、うん、学年関係なく、まあ、バチバチやれてたから、まあ、そこは良かったかな。練習以外の時は
楽しくみんなで笑ったりしてるけど、練習中は切り替えて、真剣にやってるから、先輩とプライベートで遊んでることとかもいるし、やっぱ本当に先輩後輩関係なくプライベートでも遊べるし仲いいんだなって思うかな、うん、結構マンツーマンで指導してくれてることが多くて、そうなるとこう絶対に会話しないとこう練習ができない、そうなると会話の回数とかが増えて、どんどんそこから広がってってみんな仲良くなっていくかなって思います。ポジションごとに1年一緒になって練習することが多くて、そこから結構いろんな話して盛り上がって夢を言ってるところとかがかっこいいなって思って、袴も着たいなって思って入りました。文化祭行って、それでダンス部の公演見てかっこいいなって思ったから入りました。小学4年生からずっとショートを習ってきて、いろんな先生に習うことで自分の字をもっと研究していきたいなって思ったからです。もう先輩と後輩の関係がすごいなんか仲良さそうで、入ったら楽しそうだなって思って。弟めっちゃサッカーやってて、そうで、そのまま今いろいろ体験してみて、まあバレー部がでいいかなと思ったからバレー部に入った。高校から始める人いる。そうそう、うん、バレー応援全然できない。うちの部活今多分ほとんど初心者、最初から始めた、うん、ここから見た人が、待って、選択入るって決めてから部活ってことですか？そうそうそう、ラクロスとはっていう状態だったから。確かに高校入った時にで、とりあえず体験に行って、もうめっちゃ楽しいじゃん、何このボール、何このボール、何このコートみたいな、本当にそんな感じで、みんなが初めてだからお互い固め合えるしっていうところで、あーチームプレーってこういうことなんだとか、意識、仲間意識が高め合えるってこういうことなんだみたいな感じで思ってラクロス部に入ることになりました。はい、いや、高校でラクロス部あるとこあんまりなくない？あんまないよ。ここが一番部活の雰囲気がいいっていうか、野球はここでしたいと思ってここに入ってきた。まあ、部活の雰囲気含め、まあ、東京の高校としてはこの人口しかなくなるっていうのは、まあ、土地とかの問題も含めて、まあ、結構厳しい。人工芝でやれるっていうことが、まあ、大学だったり、まあ、今後やっていく上で、まあ、自分にプラスになっていくかなと思って。中学校もバスケで入って、で高校もバスケしようって思ったら、生徒くんとか他の学校から声かけてもらって、なんか体験行った時に生徒くんめっちゃ優しかったのね。先生とか、うわここいい、ここの部活めっちゃいいって思って、しかも先輩も優しいの。単純に体力ついたっていうのも、なんか自粛中とか多分部活なかったらもうダラダラしてたと思うのけど、なんか部活内で自粛中これやってくださいみたいなメニューとかも出されてるから、なんか頑張れるし、部活が再開したら頑張ろうってなって、なんかもう何事も頑張れるような。その自粛中の運動メニューっていうのは筋トレとかとかもあるし、サッカーダッシュとか、なんかみんなでナイキランアプリっていうアプリがあるんだけど、うん、それを入れたらなんかランキングとかが出るから、それもモチベーションにそうつながる。公立の高校だと弓道場とかってないじゃん、設備が整った中で自分のやりたいことができるっていうのはすごいいいなって思う、うん、人としてってところが成長できてるかなって思うから、まあよかったかな、うん。この学校に入って、なんかいろんな先生と話すようになったから、いろんなところであって、自分が出せるようになったので、ね、部活もできる環境もあるし、勉強も十分に取れる時間もあるっていう、その両立は大変だけど、その分自分にメリハリがつけるようになったと思う。その仲間の大切さとか、仲間がいてこそできるスポーツをみんなやってると思うし、一人じゃできないと思うから、まあ、そこの部分でやっぱ仲間とか、まあ、普段教えてもらっているスタッフとかには、まあ、その感謝っていうところはまあ常に持つようになったかな。なんか高いレベルで
バスケすることで、いろんな人と出会える。私は野球部見てて、いい挨拶も挨拶いいなって思う、野球部。逆にジョマスは寮帰ってくるじゃん、一貫の方から、で体育館でまだ練習とするじゃん、それがすっごいいいなって思う。うちはね、サッカー部の上下関係めっちゃいいと思う。なんか一番なんか敬ってるとかよく見えるかなって思う。まあサッカー部だけじゃなくてチームとして、まあ、一つの目標に向かってやっている姿勢っていうのを、まあ、普段見てて、まあ、どの部活も、まあ、いいなと思うかな。どこも一生懸命いいと思うよね。